はい。皆さん、こんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、少し野球の流れというところに関してお話ししていきたいなというふうに思ってます。野球っていうのはすごく難しくてですね、昨日のね、試合で安倍監督がですね、コメントをね、残してらっしゃったんですけども、まあ反省してるのは、まあ7回ワンアウト満塁での、まあ併殺で流れが一気に変わったっていう雰囲気を感じた。っていう風に言ってて、まあ、投手起用というかね、投手交代というところを少しね、まあ、反省してますというようなコメントをされたんですけども、そもそも流れって何っていう風に疑問を持たれてる方多いのかなっていう風に思いまして、今日はね、野球の流れっていうのは一体何ぞやと。で、どういう時に流れって変わるのっていうところをちょっとね、まあ分かりやすく、まあ具体例も出しながらね、ちょっとお話していきたいなっていうふうに思います。まあ野球はすごく難しいんで、まあ流れとか、そんなこと言われても、まあそんな、あんまり野球知らない人には分からないよっていうふうにね、思われてる方がいると思うので、そういったところで、まあ4つぐらいね、まあケースというか、4つぐらいパターンがあるのかなっていうふうに自分の中では僕ね、考えましたんで、ちょっと、それをね、お話していきたいなと思ってます。まず、そもそも流れって何っていうところなんですけども、まあ、簡単に言うとですね、雰囲気みたいな感じですね。まあ、雰囲気って言われると、なんか相手の雰囲気がなんか変わったなとか、なんか相手がなんかいきなりこう吹き返してきたなというか、なんかこう力が戻ってきたなとか、なんかこう生き生きしてるなとか、そういう表現もあると思うんですけども、まあ、流れとかよく言いますけども、まあ、雰囲気っていう風に考えると結構わかりやすいんじゃないかなと思ってて、まあ、まあ、どんなケースで変わんのってとこなんですよ。で、まあ、いろいろパターンがありまして、まあ、4パターン今日紹介したいと思うんですけど、まず、簡単に言うとですね、まあ、ピンチであったりとか、チャンスで抑えたり、打ったりするっていうのが、まあ分かりやすいところで言うと、変わりやすいかなと思います。まあ簡単に言ったらこうね、ピンチを抑えた後には、チャンスが来るよとか、チャンスがあったのにもかかわらず、なんか行かせなかったら、次、ピンチというかね、点が取られやすいよとかって、よくね、まあ野球以外のスポーツでも、まあ結構そういったことはあると思うんですけども、まあここはね、結構分かりやすかったりします。だから試合観戦とかしてて、例えばジャイアンツが、だから例えばピンチで抑えたとしたら、あ、次の回、点入る可能性高いかもとかいうふうに思って観戦をするとですね、結構それが当たったりとかするんで、結構面白いんじゃないかなと思うし、まあなんでこれが、ピンチの後にチャンスあり、チャンスのあり、あ、チャンスの後にピンチありとか、なんでなんのかなって、なんか疑問に思うんですけど、でもやっぱりそういったところの流れというか、まあその雰囲気みたいなところが変わって、やはり、ピンチを抑えた方は盛り上がるし、チャンスを潰した方は、ああ、やってしまったみたいな、その、心理的なね、ところもあるので、まあ、そういったことが、流れが変わったりするっていうのがあるんじゃないかなって僕、思います。で、二つ目ですね、結構これは、流れが変わりやすかったりする場面なんですけど、選手交代っていうところは結構、変わりやすかったりします。特に、例えばこう、ショートを変えるとか、センターを変えるとか、そういう野手を変える、交代もまあ確かに流れが変わるときあるんですけど、どっちかっていうと、ピッチャーであったりとか、キャッチャーを変えるってこと、変えるっていうときは、結構、流れが変わりやすかったりするんですね。まあ一番わかりやすい例で言うと、まあ投手交代ですよね。まあ昨日の、まあグリフィン投手のね、交代、ちょっと引っ張りすぎたかなっていう感じはね、ありましたけども、やはり、いくらね、監督を長い間やってて、野球に詳しかったとしてもですね、やっぱりこの投手起用とか、投手交代っていうののタイミングっていうのはね、本当にね、難しいと思うんです。僕は監督やったことないんで、わからないですけども、やっぱり見ててね、あ、もうそろそろ交代した方がいいんちゃうかとか、まあ思いますけども、結果的に引っ張ってよかった例もありますし、逆に、これ早すぎやろうと思ったやつが結構良かったりとかね。そういったところもあるんで、まあ結果論なところはあるんですけども、でも非常に、投手交代。で、キャッチャーの交代も結構流れが変わりやすかったりとかね。今までの配球と変わったりとかするんで、非常に、難しい。だからバッテリーの交代っていうところはね、非常にこう、長年
監督をやられている方でもですね、名将と言われるような監督でもですね、非常に難しいというところがあって、まあ良くも悪くも流れが変わりやすい、場面なんじゃないかなって僕思うんですね。で、3つ目はですね、まあ分かりやすいとこですけども、これもね、まあサインミスであったりとか、まあサインの成功っていうところですよね。まあ例えばですけども、まあセリーグであればピッチャーがね9番に入ることが多いですので、まあ大体まあランナーがいたらバントっていうところが多いと思うんですけども、まあバントのねミスであったりとか、うん、なんかエンドランの空振りで走者がアウトになってしまうとかね。まあそこは分かりやすいところですよね。あとは、まあサインで言うと、例えばこう、牽制のサインを見落として、ホームに投げてしまって、他の野手たちは牽制のために他の動きをしてる。牽制のための動きをしてるのに、ボールをピッチャーがホームに投げてしまったがために、野手が変なところにいてね、ヒットゾーンが広がってヒットになってしまったとか、これはもう最悪ですよね。うん、そういったように、まあサインっていうのはですね、やはりこう、責任が伴いますし、そのためにね、他の選手も、それに伴って動いてるわけなんでね、一人がそうやってミスをしてしまうと、非常にこう、まずいプレーになる可能性が高いですし、まあサインの見落としなんかはまあ論外ですけども、まあサインの失敗であったりとか、まあ逆に成功したらですね、非常にこう、チャンスを拡大したりとか、そういうこともできるので、非常に流れが変わりやすいんじゃないかなって思うんですね。で、最後四つ目なんですけど、四つ目はね、ちょっとね、難しいところになるんですけども、まあ、相手を助けるプレーというところです。相手を助けるってどういうことって思うんですけども、ちょっと具体例とかをね、何個か出していきたいんですけども、例えばですけども、まあ、簡単なところで言うと、ピッチャーがアップアップしてますと。アップアップってこう、例えばストライクを取るのにね、必死になってる。うん。ストライクを取るのに、こう、なんていう、精一杯になってるっていう状態、アップアップしてますと。で、その時に、例えば、バッターがですね、ボール球を振って、例えば三振をしてしまう。これもったいないですよね。どう考えてもピッチャーストライク入れるのに精一杯になってて、ボールばっかりになってんのに、そこをね、助けてしまう。これは、良くない例ですね。で、あと、これはちょっと難しいんですけど、例えばですけど、点差が少し、空いてたとして、まあ、例えば4点、5点空いてたとしてね、劣勢の場面。例えばジャイアンツが劣勢の場面で、劣勢の場面って、大体、ランナーを貯めていきたいんですよ。なぜかっていうと、あんまりこう、ホームランっていうのもなかなか出ないし、やっぱりこう、ランナーを貯めて、一気にドーンっていった方が、得点をね、返しやすかったりするんで、大体点差が空いてる時って、負けてるチームっていうのは、ランナーを貯めて、行こうぜっていうような作戦をね、取ったりするんですよね。うん。わざわざね、点差があるのに送りバントをしたりとかして、アウトを一個相手にあげるよりも、どっちかというと、打ちに行って、ヒッティングして、繋いでランナーを貯めてっていう風なね、形でやっていかないと、大量得点っていうのはなかなか見込めないので、そういったところで、劣勢の時って、劣勢のチームってそういう攻め方をしやすかったりするんですけど、そういった時に、例えばランナー貯めたいと思った時に、例えばこう、ね、まあ別にこれは、一元全部が悪いわけじゃないですけども、初球のね、ボールを打っていきなりこう、凡退するとかっていうのは結構、まあ悪くはないんですけど、まあベンチからしたら、おいおい、もうちょいこう、なんて言うんだろう、冷静に行こうぜというか、もうちょいもう、なんていう、溜めて、もしかしたらフォアボールがあるかもしれないとか、エラーがあるかもしれないとかしてんのに、おい、初球打ち上げていきなり凡退かよ、みたいなことって結構流れ悪くしたりするんですね。そういったところで、まあ相手を助けるプレイ、まあ、相手が、こうしたいよと思ってる時に、逆にそれを、勢いづけてしまうようなプレーっていうのはね、非常に流れを変えやすいというか、そういったことを特に負けてる時にしてしまうと、まあ、なかなか勝てないよなっていう雰囲気にもなってくるので、そういったところで、まあ今ね、見ていきましたけども、例えばピンチチャンスで抑えたり打ったりとか、選手交代、特にバッテリーっていうのは、難しい。良くも悪くも流れが変わりやすかったりとか、まあサインのミスであったりとかですね、サインの成功、まあサインの見落としなんかは論外ですけども、まあサインをね、するってことはみんながね、それに伴って動くわけですから、一人でね、なんか変なことをしてしまうと、もう流れは一気に変わってしまうというところね。で、四つ目が相手を助けるプレー、うん、まあ相手が
こういうふうにしたいと思ってるところを助長してしまうというかね、勢いづかしてしまうようなプレーっていうのは結構流れが変わりやすかったりとか、逆にそういうことをやってしまったらですね、なんかそのおいおいみたいな感じでちょっとしらけるというかね、おい何してんねんみたいな感じでベンチもしらけたりして、どんどん雰囲気も悪くなって結局そのまま負けてしまうみたいなことって、まあよくあるので、そういったところで、まあプロ野球ね、まあすごく、まあレベルが高い野球ですけども、そういったところでも毎試合ね、すごく見どころというか、まあここで、流れが変わりましたねとかっていうのは、間違いなくね、必ずあるんで、そういったところで昨日のあの試合で言うと、まあその7回、のですね、ワンアウト満塁での、まあその、坂本さんのね、サードライナー。まああれも僕、試合解説でも言いましたけども、別に坂本さんがね、悪いわけじゃないし、うまく打ちましたしね、あのパームボールを。で、ヘルナンデスも完璧に飛び出してアウトじゃなくて、すぐ戻って、ヘッドスライディングまでして、タッチでアウト。まあリクエストでね、まあ結構ギリギリのタイミングでしたけども、それでアウトになってしまったっていうのがあるので、まあ誰も悪くないというか、別に、そういった場面なんですけども、結果的にそれがゲッツーになって、次のイニングにね、まあ3得点されたっていうのがあるので、まあ安倍監督のおっしゃる通りね、あのゲッツーで流れが変わったっていうのは間違いないと思いますし、まあ、まあそういったことは、まあ、毎試合ね、少なからずあるので、1回2回ぐらいは流れが変わる場面っていうのがあるので、そういった部分をできるだけね、分かりやすく面白く、このチャンネルでは伝えていきたいと思いますので、これからもどうぞ小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。